まあ、本当に同い年でもありまして、海外でも生活が長かったりして、いい意味で日本人らしいんだけど、いい意味でまたその外国人らしさを持っている方で、うちら一応カメラ全部フォローはしようと思ってるので、変にもうここでやるっていうのを挙げてもらわなくて、何かものを動かしたかったりとか、自分的に意図として動きたければ全部動いてもらってもいいし、気持ちの流れを一番最初に、重視してくれるというか、だから何かをしなくしようとしなくて、はい、そういうことを考えてもらってます、はい、うちがこうやった分やって、ここの感情はどう思ったのとか、なんかこっちで気づかせてくれることが多いというか、じゃあの家系ならあの屋敷でもぶっ潰したから死にゃいい、もっとこうしてこうしてっていうよりも僕に聞いてくれて、でそこでやっとなんか僕の中でもちょっと気づいて、あ、こういうことかみたいなことになるし、すごいやってて、まあやりやすかったですし、その演技をする時の言葉の意味だとか感情の理由だとか、ここはこう気持ちだとかっていうのを自分でも考えてはいたんだけど、それよりもっと濃くドロドロとしたものがあるんだなっていうことをちゃんと教えてもらいながらやれたので、その気持ちが高ぶりました。それともお前が香りに近づくか。あ、そうだ、お前が香りを薬物中毒にして俺の元に連れてこい。さっきで、これが取られた鍵が入っちゃって、あ、そう、で、香りそば回っていくっていう、いっぱいある。でも一応見えるようにしておいて、プラスこっちで撮るときはこれで隠れてるから見えない、両方まだ見えない。本当になんか絵のかっこよさみたいなのが現場の時から僕はすごい感動してて、すごいかっこいいおしゃれな絵がいっぱいあって、なんかやっぱそれだけで見る価値あるぐらいのクオリティの作品にはなってますよね。もう監督もこうよく写真を撮られてたりとか、なんかそういう映像の綺麗さというか、そのワンシーンワンシーンすごく魅力的な映画だなとも思っていて、回ってきてそのまま引っ張ってくるので、で会話をちょっと何点か、丸ごと何点かやらせていただく。そのお芝居というのはその世界をやっぱその一連通してできることが一番気持ちがいいことだと思うんですね。まず通してみて、その回線を通して何回線もやるっていう、割と斬新といえば斬新なやり方をして、大変な時は大変なんですけど、すごくなんかこっち側の立場も考えてくれて、演者が気持ちがいいようにまず、お願いしますっていう感じなので、それをすごく背中を押してくれてるような気持ちで、楽しい時間でした。